姫路市の西、岡山に近いところの綾部の梅林を見に行きます。9時半、加古川駅、JR 加古川駅に集合です。全員揃っています。誰も遅れていません。女性2人は高砂から直接綾部の方に向かっています。なんと伊藤県民局長もご参加です。嬉しいです。加古川駅に帰ってきたのは5時を過ぎてしまっていました。一日仕事でした。長時間にわたるので二部構成にします。明日アップするその2は私も自転車で颯爽と走っている姿を伊藤局長が撮ってくださいましたのでそれをアップします。明日もぜひご期待ください。私の姿が見えます。見てどうすんねん。今日のこの集まりは東播磨県民局管内のビジョン委員会有林ネットです。自転車を走らせ街並みを探索するそういう趣旨のボランティア団体です。本来はくまなく東播磨地区を走り回るのですが時々このように遠征もいたします。新しいメンバーが2人参加です。大歓迎です。ありがとうございます。ちょっとその前にあの YouTube 撮ってアップしますんで、いや俺は具合悪いんや言う人おったら今のうちに教えておいてください。あのできるだけ後ろ姿しか撮らないようにしますんで。それと代表女性おれへんの今日。原さんとねその友達が。ああ おるんやね。直接あ、はいはい、よかった。やろう若いから全然面白ないよ。やめようかな思ってた。三宅さんと一緒やったら三宅さんと一緒におらなあかんから私ら別に行くみたいな。違うで。はいはい。だから友達の都合で。総勢11名。うわあすごい。ということで、そしたら車。ああもらいました。レンタサイクルで綾部の梅林まで約片道6キロを走ります。途中コンビニで弁当を買いました。これもスケジュールにちゃんと記入されています。はい。この正面の小高い山が綾部の梅林です。沿道に菜の花が美しく咲いていました。
梅の下で家族だんらん楽しく弁当を広げておられました。今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。この続きの明日のその2、私が颯爽と自転車で走る姿がアップされます。楽しみに。